回。2回。最初の1回目は試合で。去年。旅行で。ほら。それはご家族で。はい。ご家族はどなたと。父母も。その時は奥さん。奥様と。はい。仲いいじゃないですか。結婚されて何年目で。2年目ですかね。2年目。奥さんのことは何てお呼びになってるんですか。それは答えられないですね。はい、わかりました。どちらに行ったんですか、その時は。旅行は小樽と、はい、旭山動物園と富良野。富良野、そうですか。富良野はやっぱりあれですか、テレビドラマ の北の国からの舞台とかも行ったりとか。いや、ラベンダーを、はい、見に行こうと思って行ったら、はい、季節が近くて茶色でした。何月に行ったんですか。6月です。ちょっと早かったですね。あ、そうですか。一番思い出深かったものは何でしょう。食べ物でも何でもいいですか。小樽で食べたお寿司が。あ、そうですか。非常に美味しかったです。もうこれから北海道に住みますから、毎日食べられますよ。毎日食べたいぐらいですね。一番好きなネタはウニ。ウニだそうです。皆さん差し入れ待ってます。あ、そうじゃないか。そんな生物の差し入れされてもね、困っちゃいますが。今までじゃあ、北海道には2度ほどということですけれども、もう住む場所というのは今回は、寮かなんか、それとも自分で探して。いや、もう引っ越してきました、はい、引っ越してきました。奥様も、はい、永住だそうです。イエーイ、決めつけちゃいましたが。あ、そうですか、はい、奥様なんておっしゃってます、この寒い北海道。いや、結構いけるかな、いけるかなと。もういけます、間違いなく大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、さて続きまして前田選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前田選手は奈良出身。はい、はい、北海道は寒いところです。奈良は、奈良も寒いですけど、はい、まあ、北海道来てびっくりしました。びっくりしたでしょ、この雪の多さとか。はい、はい、コンサドーレ札幌ってどんなチームと思ってました。去年対戦したんですけど、はい、すごく守備が固くて、はい、いいチームだなと思いました。はい、ちなみにそのおひげはいつから伸ばし始めた。これ高校の時に生えてきて、そっからですね。高校の時から剃ってないですよ、揃えて。もちろん剃ってます。でもシーズン中もそのひげトレードマークで。じゃあどっかのタイミングで剃ろうかなと思ってます。似合ってますよね。そのままでもいいんじゃないですか。 ありがとうございます。そのままで行きましょうよ。コーチに怒られたりするんですか。そういうこともない。いや、自由なんで、そこら辺は自由です。コサドレって意外と自由なチームだったりとかね。あ、そうなんですか。しますので、みんな結構、昔あの金髪だらけの時期もあったりして、ね、大変な時期がありましたけどもね。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、高柳さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高柳さんは横浜出身、そして、はい、サンフレッチェだと、はいはい、経験されてからコンサドーレ、はい、はい、もちろん北海道には来たことは。そうですね、このドームで1回試合したことがあります。はい、このドームいかがですか。じゃあその時から変わらず素晴らしいドームだと思います。はい、サンフレッチェの方の施設とかっていうのはどうだったんですか、ぶっちゃけ。そうですね、まあいいとこもあり改善するとこもありって感じ。はい、そうですか。ご自身の選手のとしてのアピールポイントは後ほどフリップに書いてもらいたいと思いますが、ご自身の性格的な、パーソナルの部分での皆さんに対してのアピールポイントっていうのはどんなところでしょうね。そうですね、まあアピールになるかどうかわからないですけど、やっぱすごい人見知りなので、はい、話しかけてもらえれば話せれるので、いろいろな方と話をしたいなと思います。人見知りっていうのはどれぐらいの人見知りなんでしょうね。最初はそうですね、目が見れない。はい、シャイなんですね。そうですね、はい、そうですか。自分で直したいところでもあります、じゃあそのシャイなのを押して皆さんには声をかけていただき、
ちょっとうつむき加減になったら皆さん下からこうやって見るぐらい感じでよろしいですか。そうですね、よろしくお願いします。じゃ皆さん下から大島さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大島さんは、数多くのチームなんかも経験しておりますけれども、はい、コンサドーレ札幌っていうチーム、今回、声がかかった時っていうのはどんなお気持ちでした？いやもう本当嬉しかったです。はいはい、もともとどんな感じに思ってましたコンサドーレ札幌は？去年半年 J2 千葉の方にいたんで、はい、よく試合も見てましたけど、非常にまとまりのあるというか一体感のあるチームだと 思ってました。あ、そうですか。はい、で、元々は群馬出身、はいはい、この寒い北海道っていうのは今まで寒いところには来てませんもんね。山形、山形、新潟も雪が結構、はい、あ、そうですね、新潟もやっぱりありますよね。そこね、じゃあ冬はもう大丈夫？ちょっと次元が違うかなって気がしました。これ引っ越しは済まされて、キャンプから帰ってきてからの予定です。の予定ですか、はい、部屋は自分で探す、寮かなんかに入ったりするんですか？とりあえずホテルに。あ、ホテルに、はい、あ、ホテルだったらまだ暖かくていいですね。そうです、除雪もしなくていいし。そうです、除雪経験は？あの車の雪下ろしとか大変ですね、朝。そうですね、皆さん除雪の心得っていうのをぜひ今度ぜひ山形も経験されてますけどね。そうです、はい、そして杉山選手、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということは熊本出身ですか？はい、そうです、はい、いきなり寒いとか来ちゃいましたよ。そうですね、茨城にはいたんですけど、はい、やっぱり寒いです。あ、はいはいね、ご自身の、アピールポイントはパーソナルの部分ではどんなところでしょう？そ、比較的見かけの割には話しかけやすいと思うんで、どんどん話しかけてください。結構あの見かけ野生児っぽいなっていう雰囲気は確かにあるんですが、第一印象結構悪く見られるので、はい、そこが、いや悪くは見られませんけど、はい、ちょっと困ってるところなんですけど、ワイルドななんか男前、ちょっとイタリアンなスーツとか似合いそうかなっていう。ありがとうございます。あ、持ってる洋服とかもやっぱりイタリアンのスーツが多いですか？いや持ってないです、イタリアンのスーツは持ってないですか？はい、着てください、絶対似合いますから。ありがとうございます。普段どんな格好してるんですか？ダボダボのヒップホッパーの格好とか？いやいやいや、もう普通の格好、普通の、はい、ポロシャツにチノパンとかは履かないです。そうです、そうです、かなり年代が古かったですね、すいません。そうですか、はい、ぜひぜひ本当にねゴールマウスを守っていただければと思いますが、はい、じゃあのフリップトークといきたいと思います。ご自身のアピールポイント、ですね、プレーに関してのアピールポイントをぜひ書いていただいてもよろしいでしょうか？ここを見てほしいと。簡単でいいですよ、そんなに考えなくても。足とかでもいいし、そりゃ足だろうって話なんですけど、いや頭っていう人もいますんでね、たまには、はい、できた方からでいいですが、小島さんいいですか？ポストプレー、はい、はい、それについてはについてですか？はい、ポストプレーしかできないいやいやいや、その部分を やりたいですね。でも前線で張って、はい、体を張りたいと思います、はい、体を張ってでポストプレーに徹して、はい、はい、さあ次は誰が言いましょうかね、はい、じゃあ山本さんもできてる、はい、シュート、これについて一言お願いします。結構ミドルで点取ってるんで、はい、はい、どんどん打っていきたいと思います。はい、